ゴミ掃除をすると言って公園で寝ていた男性に火をつけ殺害しようとしたとして高校生の少年5人が逮捕されました。男性は全身に大やけどを負い重傷です。少年らは公園のベンチの上で寝ていた男性の上にオイルの入ったビニール袋を置きライターで火をつけたということです。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは北区に住む高校1年生など15歳から17歳の少年5人です。調べによりますと少年らは今年5月13日の夜北区赤羽南にある赤羽公園のベンチで酔って寝ていた清掃作業員の男性を殺害しようとした疑いが持たれています。少年らの姿が付近の防犯カメラに映っていたことなどから逮捕されました。火をつけられた男性はおよそ70メートル走って公園内の池に飛び込み一命は取り留めましたが全身の 29% に重い火傷を負い3ヶ月近く経った現在も入院中です。少年らは前の日にもゴミ掃除と称してホームレスの男性や女性に一升瓶を投げ捨てたり火をつけていてホームレスは犬や猫と同じ、ホームレスは警察に訴えない、死んでも構わない、反撃してくるスリルがたまらない、しかし男性はホームレスではなかったので悪いことをしたと話しているということです。